来ました来ました。即席ラーメン機器すぐできる。即席ラーメン機械。そうです。すごい、見てください。ラーメンどこまでもラーメンです。じゃーん。おー、最後まで食べるキムチ。ちょっと取りすぎた。あのスープってこんなにも楽しめるものなんだっていうことを知りました。私は人生を半分損してました。アナウンス部に導入されないかな。その辺のアジア。今日はですね、大阪コリアタウンから少し離れた場所にやってきました。皆さん、インスタントラーメンを作る機械ってご存知ですか？日本でもなかなか珍しいということで、こちらですね、韓国スーパートントン2。こんにちは。いらっしゃいませ。お、すごい、見てください。こちらラーメンがずらりと並んでます。こんなに種類あるんだ。全部現地から輸入します。はい、こちらのお店ではなんかインスタントラーメンを作る機械がある。はい、こちらです。機械です。あ、こちらなんですね。はい、へー、なんかコーヒーマシーンみたいな感じですけど、はい、これってま日本ではま珍しい、まだ珍しいと思うんですけど、韓国では結構流行っている。あります、流行ってます。そうですか。はい、どういうところに。まあコンビニとか、夏だったら海どこでもありますし、まあ誰がいてもどこいても自分で作って食べるの簡単ですから、どこでもあります。いやいや、韓国らしいと言いますか、もうインスタントラーメンも皆さんたくさん食べますもんね。そうです。まあ世界で一番多いのが韓国ラーメン、インスタントラーメン修理が一番多いです。ちなみにこの機械っていうのは何ていう名前なんですかね。即席ラーメン機器すぐできる。即席ラーメン機械。じゃあもうまさにインスタントラーメンのために作られた機械なんですね。そうです。はい、そしたら好きなラーメン選んでくださいね。はい、ありがとうございます。はい、すごい量ですね。こっちはそんな辛くない。あ、へー。でこっちから行ったらだんだんだん辛いなんです。もうここだったらもうすごいの辛さ。フルマーワン、火の魔王、うん、相当辛いということですよね。はい、そうです。こんなもう食べられんくらい辛さ。じゃあちょっと戻ろうか。こっちに来れば少しマイルドになってくる。そうです。こちらには人気ナンバーワンと書いてあります。コッコミョン、鶏少しピリ辛い。え、美味しそう、美味しそう。あ、ここにノグリがあります。なるほど、この辛い順で並んでるってことはノグリと同じぐらいって考えればいい。そうです。わかりやすい。これは初めて見た。なんか新しいなんです。新しいんですか？はい、新しいそうです。ニュー、新発売なんでしょうか。すべてハングル。ペクミョン、ペクミョン、ペクミョン。ペクって白、白、さっぱり系のラーメンってことですかね。いやこれ迷いますね、どれを食べるか。やはり人気ナンバーワンは食べてみたいですよね。なのでちょっとこのコッコミョンを今回いただきたいなと思います。はい、こっちと後で戻ってお盆上に乗せるの、お盆と。でこっちを内容を全部入れてください。全部ですね。はい、ではまず麺を入れて、あ、ちょうどいいサイズ、うん、ジャストフィットです。こちらがスープです。パラ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 、具材ですね。おー、シージャ、シージャ。はい、お、来ました来ました。ゆっくりとお湯が注ぎ込まれていきます。ほんのり香ばしい香りが漂ってきました。あ、ここに数字が出ていますね。そうです、これ時間タイムです。なるほど。いや、水分量をなかなかうまく調整できない身としては非常に嬉しいです。こちらのお店に来る方って今どういう方が多いんですか？でインスタとか見て、遠いところから東京でも名古屋からでもいらっしゃるんです。はい、やっぱり珍しくてという方ですかね。はい、トッピングもあります。トッピングもできる。はい、ネギ、たくあん、卵、チーズ、おでん、キムチもある。はい、じゃあちょっと卵を
トッピングしてもいいですか。はい、これからドラマの中でもこういった機会目にすること増えるんですかね。はい、卵もいいけど、はい、ネギを入れてください。ネギですね。はい、ネギを入れます。じゃんじゃじゃじゃん、まあ、美味しそう。でもっとおでんを入れたらもっと、おでん、はい、韓国のおでんです。韓国のおでんです。その辺のアジアでも何回か出てきましたね。入れます。ほい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 。で最後に卵、卵入れます。じゃーん、おー、はい、で今から混ぜてください。血がそんなに残ってないんですから。あと10秒しかない、はい、あ、卵もうとろけてる。あと2秒、1、0、完成しました。即席ラーメン機械で作ったラーメンです。初めて、すごい。いや、お湯、湯気もいい感じ。きっとベスト、なんかちょうどいい状態になってるんでしょうね。チャルモケスミラー。はい、すいません、ラーメンと合うのはキムチがあります。一緒に食べてみてください。はい、ありがとうございます。どうぞ。鶏ガラスープのいい香り。うん、うん、おいしい。一番おいしい状態のラーメンを食べてる感覚です。あの、自宅で私が作る時には出せない美味しさ。ココミョン美味しいです。あの、さっぱりしてます。私がイメージしていた韓国のラーメンですと、まあ、あの、今まで食べたものですと結構辛いものが多かったんですが、あの、本当にさっぱりしてて食べやすいです。美味しい。ちょっとピリ辛ですけど。細いけどもちもちしてます。食感がすごくいい。スープも鶏の旨味とあと卵を入れたので結構甘みもあります。そのバランスが最高。韓国のおでんですこの手をやる手はメイクの時によく見ますけど見えないから。いただきます。うん、おいしい。安定の美味しさです。キムチも食べよう。キムチです。うん、あ、爽やか。さっぱりめのキムチですね。それとこのまろやかなラーメンを一緒に食べたら、うん、あ、もうなくなっちゃいそう。いや、ほんと幸せ。ちょっとこれ、うん、マシッサイコー。キムチも、スープに入れてちょっと味の変化を楽しみます。終わった。ピリッとした。最後まで食べる。キムチちょっと取りすぎた。うん、うん、止まらない。完食しました。チャレモゴスミダー。ちんちゃんマシッソよ。おいしい。あの、スープってこんなにも楽しめるものなんだっていうことを知りました。私は人生を半分損してました。今まで私が作ると、あの、スープがこんなに残らなかったんですよね。いい学びです。今後これを糧に
いっぱい汁をつけ入れていこうと思います。皆さんですので、あの作るときはこれくらいでしたよ。もし私のように汁が少なくて困ってる方がいたら、これくらいの量だと美味しく食べることができます。ぜひ参考にしてください。いや、この即席ラーメン機械いいな。アナウンス部に導入されないかな。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひいいねボタンを皆さんよろしくお願いします。そしてこちらからチャンネル登録もできますので、これからの動画もぜひ見てください。お願いします。アンニョー。